はい、こんにちは、プロトリップチャンネルです。今日はですね、ユーフォルビアのミルクトロン、こちら入荷してきたのでご紹介したいと思います。まあ、割とよく出回ってる品種なんですけれども、小株がここまでたくさん出てて割と綺麗なものが入ってきたので、ちょっとご紹介しようかなと思います。ユーフォルビアなので比較的は、頑丈な植物ではあるんですけれども、他の多肉植物同様水の上げすぎで根腐れとか、あと、最近だと夏越しでの方が蒸れて腐っちゃうっていうことが多いので、夏越し気をつけていただければ、冬場はある程度温度があれば、問題ないかなと思います。寒さにも比較的強くて、寒さとあと日照しっかり当たってれば、ピンク色に紅葉もするところがあるので、その辺も一つ見どころかなと思います。表面の土乾いてから、さらにそこから1週間ぐらい経ってからのお水やりでも十分だと思いますので、そういった感じで管理していただければ比較的綺麗な状態を維持しやすいかなというふうには思います。比較的栽培もしやすいので、ぜひおすすめの一株かなと思います。